はい、どうもホルクです。それでは、マリオテニスエース、略してマリオテニス、やっていきたいと思います。ドン。はい、トーナメント行こうかね。トーナメント行こう、オンライントーナメント行きましょう。ね、体験版の時に、体験版の先行トーナメントの時にね、全キャラで優勝してみたとかいう動画をね、出したんですけど、その頃とはちょっと様子が違うね。あ、まずキャラが増えてるのはまあまあ当然なんですけど、ね、製品版だから。もう初めから全員解放されてるね。うん。これは多分ね、もう任天堂の戦略というか、もう何やってもこうネタバレされるからもう最初から出しとこうみたいなね、いうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。そんなことはどうでもいい。ね、何が様子が違うかというとですね、みんな強い。みんな強いんです。ね、ね、体験版の時は、簡単にというか、全キャラで優勝できるような感じだったんですけど、今見てください、ほら、優勝回数ゼロなんですよ、今ね、ローゼッタのせいで、半分隠れちゃってるんですけど、初めの相手はこの、テレサですね、ジュンさん。ね、ほら、優勝回数ゼロなんですよ。見て、いや、みんな強すぎ。はい。まあ、発売が昨日とか今日の、あ、ミス、ちょっと待って、喋りながらこっちに集中するの難しいね、本当に。やってみて。みんな、マリオカート実況、マリオカートちゃうこれ、マリオテニス実況しながらさ、やってみてよ。めちゃむずいから。あ、まあ、そんなことは置いといて、あ、ラッキーショットかと思ったら違う？あー、出した。やだ、違う、ちょっと待って、喋られへん。何してるんだ、何をやってるんだ、僕は何をやってるかわからない。これ何のゲームだ、もしかしたらこれは麻雀をしているのかもしれない。それとも、もしかしたら将棋かもしれない。何の話やん。あー、よかった。いや、発売が今日でしょ、だから今日の、あー、ばっか間違えた。今日の12時、0時ですよ。朝0時、午前0時から始めてたんですけど、その時はやっぱね、ガチ勢が多いのかなという感じで、皆さんお強すぎてですね、本当に優勝ができないような感じだったんですね。はい。で、このテレサはそんな言うほどでもないと思うので、よいしょ、テクニカル使っていく。まあね、めっちゃ曲がるけど、リーチが、だうるさくてごめんなさいね。うるさくてごめんなさいね。発売されて私は嬉しいんです。はい。はい、このまあ、スライサーが曲がるのはいいんですけど、リーチがあまり長くないので、テレサ君は。そこら辺をうまくついてやればいいのではないかと思うんですけどね。あーだー、あー、赤赤赤。普通にスライスに翻弄されてますね。これでは、ね、いけません。はい、まあ、サーバーとなれば、ちょっと様子も、ガーッとラグいか、まあでもね、ラグもね、体験版トーナメントの時と比べたら、あれは何だったのかというほどに改善されていましてね、操作遅延が起こるとかいう、もう、やばいレベルだったんですけど、そんなこともなく、いい感じでございます。よし、後ろ、OK、前、わぁ、ちょっと、微妙だったか、後ろ、はい、ちゃんと取る。狙い撃ち、ドン。あー、スペシャル使ってきた？そう来るか。はい、テレサの、あれはね、これ、アウトじゃね？違うかな？はい、返す。オッケー。今のはアウトじゃないですね、多分。何の話か分からなくなってきた。さっきまで何の話をしていったっけね。はい、ドロップしましょう。おっと、またこのネットでカーンとなるやつ。やばい、ダッス。ダイ、後ろテクニカルショットをドン。はい、まあね、体験版トーナメントの時は本当にロゼッタでも微妙か、ロゼッタでもデモというか、ロゼッタなら、あ、何これ、なんか弱いショットが言って、さあさあ、違う、うんちうんちとか言っちゃダメね、汚いからね、うんちとか言うと。はい、狙いつかドン。うわ、あー、なんだと、鬱陶しいな、スライスは。ほら、あ、そう返してくるか、
そう、あのだから体験版トーナメントの時はスライス1本でね勝てたような感じがあったんですけど、そういうわけにもいかないんですよね。しっかり強い方が強いですから皆さん。で今も一応時間帯的にはあれ今左押したのになぁ、テクニカルちょっと入力が早すぎたのか、やばい負けるね。いや負けるつもりはなかったんだけどね、普通に。あーちょっと待って、危ない、危ねえ、負けるなんて、そんなそんなそんな、なあ負けた。あーということでね、負けるんですよね。あの負けるゲームだとあんま思ってなかったんですけどね、負けるんですよね結構。今もまだ時間帯的には平日の昼間なので、まだ強い人しかやってないんじゃないかなという感じね。夕方ぐらいになったらさあ始めようって言って、あんまりマリオテニス知らない人とかね、その辺のライトな人たちが入ってくると思うんですけど、はい、じゃあ次、このなんか顔文字のヨッシー、ヨッシーみたいな顔文字ですね、なんか雰囲気がね。いや別に顔が似てるとかじゃなくて雰囲気がヨッシーっぽいよね。僕はドンキーを使ってみましょう。あの今作は前作ウルトラスマッシュのように誰かが飛び抜けて強いとかはあんまりないような気がします。ああ、やった、サービスエース、ありがとうございます。大体あのどのキャラにも分かりやすい弱点があるような感じがしますね。ドンキーのね球速が結構速くていいよね、うん、であのクッパほどもなくて、まあ、腕がこう横に長く伸びてるからかもしれないけど、そう見えるだけかもしれないけど、でもうん。でワリオは前作では僕大好きで使ってたんですけど、なんかちょっと移動がのっそのそしてるなという感じがしてね、ちょっと使いにくい感じを受けてしまいましたね。はい、イセット取った。でまあ、うん、ロゼッタが結構ね好きなんですけど、個人的にはただ負けてしまったのでちょっとキャラを変えてみようかなという感じですね。うん、やっぱパワー系はやっぱあれやね。あ、そうそう、あのパワー系はだいたいこのドライブショットを強打バンバン打つとあの球速が速くて攻めやすいんですけど、ただワリオはパワー系やのにそのドライブが微妙やったから使いにくかったというのもありますね。うん、ウルスマやったらね、あー危ねえ、あ、なんか間違えた、まあいいや、まああの結果オーライというやつ。ウルスマやったらねフラットが結構速くて使い勝手良かったんですけど、フラットも微妙やったからなんかね、なんか微妙やなという感じでした。さあ、なんかね、さっきはものすごい負けたけど今回はあっさり勝ちました。よし、2回戦進出。じゃ初優勝したいから、製品版初優勝したいので、ちょっとそこまでお付き合いください。長くなるかもしれないけどごめんなさいね。はい。お次はですね、デイジーです、相手。デイジーのハワハワさんやったかな、そういう感じの名前の人でした。そう。で、前作強かった、まあ、ロゼッタは変わらず強いっちゃ強いと思うけど、まあ、前作の方は強くないな。あと、キノピコもおったじゃないですか。まあ、ウルトラスマッシュやってた方あんまいないかもしれないですけど、まあ、キノピコも強かったんですけど、キノピコもね、ちょっとね、スライスがあんま曲がらなくなってたりとか、あとリーチが短くなってたりとかでね、なんかそこまで強くないなって感じでしたね。使ってみたんですけど、一回ね。はい。で、まあ、今作はやっぱ、バランスはかなり取れてるんじゃないかな、前作に比べたら。オッケー、ドロップが刺さる。じゃあ初めのテレサの人が強、テレサが強いのか、それともテレサのスライスに僕がまだ慣れてないのかわかんないですけどね。まあでもテレサも、テレサに負けたかったな。いや多分ウルトラスマッシュの時よりは強くなってると思いますけどね、テレサは。テレサは一番弱かったからね、どうしようもないぐらいな感じやったんでかわいそうやったんですけど。ああ、決まるね、ドロップが。ハワハワハワさん、あーちょぼーっとしてる間にサーブ打つのやめて。あーと、何の話やったっけ。難しいんですよマリオテニスやりながら喋るので。あーダービー、アドビー、フラッシュプレイヤー。フラッシュプレイヤーはもう古いね、今は何やアドビーは。アドビーといえば
あれ PDF か。アドビといえば PDF ってアドビ？わかんないあんまり。まあどうでもいいね。誰がその話をしたいの？誰がそんな話聞きたいの？あードンキー、ゴリラボール、ゴリラボールの、はいゴリラボールバン、はいゴリラボールだい、ゴリラドロップ、ゴリラドロップ、はいゴリラロブ、ゴリラロブ、ゴリロブ、ゴリロップ、ゴロップ、あーゴライブ、ゴライブ、ゴロップ、あゴロップ、あゴロップ、バカかよ。はい。じゃあちょっとせっかくなので、あ、間違えた、狙い撃ちしてしまった、普通に。よいしょ、テクニカルして、テクニカルして、ドン。はい、じゃあ最後にあのしっかりこれで決めていこうか。ドゥンドゥン、バレルキャノンバスター、はい、バゴン。ああ、それで返してくるね。はい、パワハワさんのフルブルームストライク。はい、このさ、スマッシュをスマッシュ返し、スペシャルをスペシャル返しするやつがちょっと体験版の時より鋭めに返す、鋭めって言ってもふわふわやけど、でも体験版の時はもっとふわーって返ってきて弱かったんですよ。ちょっと強くなってない？返せるけどね、それでも。はい、次はワンワンでございます。さあさあドン、ゴリラサーブ。あ、今度はクレーコートですね。コートがいろいろあるのもいいよね。クレーコートはこうドロップが刺さりやすいから、刺さってないけど今の。まあワンワンやしね、相手悪名高いワンワン。ドロップ、後ろテクニカル、後ろテクニカル強いから後ろテクニカル、バン、うわ、取れないんですか今の。そういうこともあるみたいですね。はい、後ろテクニカル、ポン、オッケー。前テクニカル、スパン、はい、ロブ、ボン、ゴリラロブ、ゴリロブ、ゴリロブ、オッケー、ゴリロブ。はい、ゴリラサーブ、ゴリラドロップ、ゴリラドロップ、あ、オッケー、ゴリラドロップ。あれ、ゴロップって言ってたのに、いつの間にかなんか長い名前になっちゃったね。はい、ゴロップ、ゴロップ、ゴロブ、ゴロブって何や、ゴブ、ゴブゴブって言ったらなんかもう試合がゴブゴブで進んでるような感じに感じてしまうね。感じに感じてしまうって、こう日本語がバカみたいですよね。あー、ラッキー、ボディショット。まあ、ワンワンにとってボディショットなんて痛くも痒くもなさそうですけどね。まあ、点数が取れるから。うん、ドンキーにボディショットしたらほらドンキー言いたいそうやけど、ワンワンは絶対痛くないでしょこれはね。はい、ロブ、ゴリロブで、はい、ゴリロドップのチャンス、ゴリロブ、はい、ゴリドロップ、あ、オッケー、ゴロップ、ゴロップ、ゴロップもうこれしか言ってないやん。はい、ゴライブ、ゴライブ、ゴライブショット、ゴライブショットしっかり振っていく、ゴライブショット、ボン、はい、ゴブ、ゴブ、これゴブです。はい、ゴリラロブ、略してゴブです。はい、なんかトントンと行くね、トントンと行ってしまうね。チェイ、あ、後ろテクニカルでディーンと返して、でも今溜まってきたらテクニカルやる意味ないね。さらにドロップ、あ、オッケー。土のコートはね、ドロップがね決まりやすいんですわ。さあマッチポイントです。さあ早速って、ま、マッチポイントまで何もしてなかったけど、はい、このドンキーのさ、縦にこう回転して打つのかっこよくないですか。他のスペシャルショットは結構みんなあの横に横打ち、横、まあ普通にテニスのラケット振るようなね、横に振る感じです。ドロップじゃないドンキーは、もうドンキーのことをドロップというようになってきたからね、だんだん。ドンキーはほらあの縦に振ってますから、そこがなんかこうダイナミックでかっこいいじゃないですか、このゴリラ。では準決勝からまた次の動画にしようかなと思いますので、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。